はい、みさん、こんにちは。中の人ゲーミング、中の人 A です。今回はね、切ない、米軍史上最短で首にされた銃、M14M1A ということで、まあ、米軍のね、主力小銃だった M14 と、その民間バージョンの M1A の実銃解説なんですが、まあ、この M14 ね、まあ、この銃はなぜそんなね、米軍史上最短で首にされてしまったのかとかね、まあ、それはどういうことなのか、みたいな、まあ、そういう部分とかもね、この動画で見ていきたいなというふうに思います。で、まあ、そのね、首にされてしまった話の前にですね、ざっくりこの銃ね、M14 という銃が大体どんな銃なのかっていうのを説明すると、まあ、このね、まあ、M14 という銃は、アメリカのバトルライフルとかアサルトライフルっていう風に呼ばれるようなものの一つになります。バトルライフルっていうのはね、アサルトライフルの中でも、まあ、ざっくり言えば、まあ、デカめの銃。まあ、要はこの銃もね、7.62×51 っていう弾使いますが、まあ、そういう風にね、でかい弾使うと、バトルライフルっていう風に呼ぶことが多くなります。で、まあ、そんなバトルライフルの一つで、登場した時期は、戦後直後、ワールドウォー2が終わった直後の1950年代に登場した銃になるという。まあ、そんな感じがね、まあ、すごくざっくりした説明かなというふうに思います。で、まあ、この M14 はですね、まあ、当たり前なのかもしれませんが、米軍の主力小銃としてね、まあ、速攻で採用されるんですが、しかしですね、これまでのね、米軍のね、主力小銃の、まあ、要はライフルですね、米軍が採用しているライフルの中で最も早く、まあ、約5年ぐらいでクビになってですね、その米軍の主力小銃というね、輝かしいその地位というかその座を、M16 ですね、大変有名な、ゴルゴ13持ってるね、 M16 あの銃に譲り渡しましたよという、まあ、そんな感じで、まあ、速攻クビになって大変悲しいという、まあ、そんな感じなんですが、じゃあなぜそんなに最短でクビになるようなそんな切ないことが起きたのかというとですね、まあいろんな理由があると思うんですが、まずですね、 M14 の開発背景にその理由がありまして、M14 自体はそんなにポンコツではないんですが、まあこの銃はね、ワールドウォー2で活躍した M1 ガーランドの後継機ということになります。まあ、M1 ガーランドという銃はクリップでね、カチャカチャカチャってこう、カチャカチャってかガシャッと装填して、パキーンってね、クリップが飛んでいく大変有名な銃で、まあ結構でかくてごつい重い銃なんですが、まあそいつの後継機で、で、まあそれをね、米軍は使っていたんですが、第二次世界大戦の頃とかね、使っていたんですが、しかしですね、第二次世界大戦の頃の米軍というのは、まあ結構いろんな銃を持ってたんですね。まあ M3 グリースとか、M1 カービンとか、M1 ガーランド、BAR みたいな、まあここら辺がね、歩兵の主に使う銃、まあソンプソンとかもありますが、まあそんな感じで、結構いろんな銃ありますよねって話で、4つもあるとですね、結構いろいろややこしくて、まあ、M3 グリースだったら 45ACP だし、 M1 カービンは専用の弾使うことになるし、 M1 ガーランドと BAR は3006スプリングフィールドっていう 7.62×63 の弾を使うんですよ。めちゃくちゃめんどくさいでしょ、弾の補給がというか、まあそういう話になるので、部品の補給もめんどくさいでしょってなるから、まあこれらの銃を、まあなんていうんですかね、統一しようという、まあそんな感じで、まあ動いていって、でそれで使う弾はね、決めないと話にならないので、銃作るときにね、使う弾はまあ、ハイパワー大好きのね、マッカーサーおじさんのね、まあ、マッカーサーおじさん一人のせいじゃないですけど、まあ、アメリカ人らしく 7.62×51 で行こうという感じでね、まあ、行ってしまったので、まあ、こうなったんですが、まあ、それで 7.62×51 で行くことになり、まあ、ベースにする銃ですね。まあ、なんていうのかな、開発していく中で、まあ、どういう銃をベースにするかっていう話になって、で、M1 ガーランドをベースにいじっていったっていう、まあ、そんな感じで、まあ、中身のメカはですね、まあ、若干違うんですが、雰囲気もね、なんとなくあれですよね、M1 ガーランドにマガジンつけただけっぽいデザインですよねっていう、まあ、そんな感じの M14 が登場したよという、まあ、そんな感じなんですが、M14 自体は別にそんなにポンコツではないんですが、当時のですね、状況が良くなかったんですね。当時のアメリカはね、ベトナム戦争をしていて、ベトナムのジャングルではですね、M14 の長い射程、7.62×51 っていうのはパワーがあるし、まあ、射程もあるんですが、そんな長い射程があってもですね、あんまり遠く撃てないので、あんまり役に立たないなっていう風になりましたし、あとでかい銃なので、まあ、M14 も結構ね、結構でかい銃なので、取り回しに困難さあるなみたいなね、ジャングル狭いんだよみたいになるので、まあ、困難だなっていう風になりますし、あとストックはね、まあ、コンベンショナルタイプ、独立型ピストルグリップじゃないっていうのは、まあ、なんていうのかな、時代が時代なので、まあ、しょうがないというか、まあ、それはいいとしても、まあ、このストックって木なので、木濡らすと腐るじゃないですか。腐ったりとかふやけてなんかおかしくなるので、それも困るしっていう話で、あと、まあ、フロートで撃つにはね、リコイルでかすぎて無理ある上に、まあ、セレクターも操作しにくい位置にあるんですよとかね、まあ、本当に、まあ、困ったねーっていうところも結構あったんですね。で、そうやって、困ったねーとかしてる頃にですね、まあ、アルミ合金ですね、軽アルミ合金、ジュラルミンみたいなやつを使いまくった、まあ、軽くて先進的なね、M16 が登場して、まあ、昔の M16 なんで、まあ、その、なんていうのかな、なんでもかんでもね、万能みたいな感じじゃないとしても、まあ、結構当時としても先進
神的な M16 が登場して、まあ、M14 は秒でね、約5年ぐらいで主力小数の座を、首にされたという、まあ、そんな感じなんですね。大変悲しい銃です。で、だがしかしですね、これでね、M14 の人生というのは終わらなかったんですね。まあ、M14 たくさん作ってはみたものの、やっぱり結構余ったらしく、まあ、例えば中南米とかコロンビアですね、中南米のコロンビアとかエルサルバドルみたいな、まあ、そういう国でもね、M14 使われてますし、あと韓国とかトルコみたいにね、アメリカのお友達国家ですね、要はアメリカと友好的な国に1990年代とかそれぐらいの時期かな、まあ、それぐらいの時期までにばらまかれたりなんだりかんだりで、結構いろんなね、国で使われました。西側のね、まあ、日本はなんていうんですかね、64式小銃とかね、89式があったので、まあ、あんまり関係なかったんですが、そういう銃をね、独自に開発する能力がない国とかは M14 結構使ってたって、まあ、そんな感じですね。で、しかもね、そうやっていろんな国で使われましたよっていうのもあるんですが、米軍自体もね、またこの M14 を復活してます。これをどちらかというと多分多くの視聴者さんは知ってるんですが、まあ、なんていうんですかね、21世紀初頭になるとですね、アフガニスタンでドンパチすっぞってなったんですね。アフガニスタンでドンパチすっぞってなるとね、こう M16 とかだと遠距離のその、なんていうんですかね、まあ、パワーというかね、なんていうんですかね、ストッピングパワーっていうんですかね、そういう抑止力じゃないですけど、その破壊力かな、もはやどちらかというとね、そういうパワーに欠くなって話になって、 7.6×51 の銃、を見直そうみたいになって、M14 いろいろいじられまして、マーク14とか M39EMR とか、エンハンスドマークスマンライフルかな、 EMR ってとか、M14 の EBR エンハンスドバトルライフルかな、こっちは、まあ、そんな感じで、まあ、なんとかなんとかですね、まあ、他にもいろいろあるんですが、ごちゃごちゃあるんですが、まあ本当にそうやっていろいろと改良モダナイズされて、M14 復活したんですね。M14復活して、またなんていうんですかね、ちょっと有名になったんですが、だがしかしですね、だがしかしですね、もうここ数年ね、もう今2020年なので、21世紀初頭って言っても10何年前なので、結構前なんで、なんていうんですかね、もう最近はですね、SR25、まあ要は M16 みたいなやつですね、SR25 の、まあ、要はなんだ、M16 の、まあ、ああいう AR 系統の 7.62×51 の銃ですね、要はね。ああいう銃とか、まあ、あとは HK の417ですね、417とかになって、まあ、なんていうんですかね、まあ、M14 はね、完全に過去の遺物になりましたという、まあ、そんな感じなんですが、じゃあなんでっていうと、なんでかというと、まあ、やっぱりですね、まあ、そういう AR ベースのね、まあ、SR25 とか、ああいうタイプの銃の方が、まあ、やっぱり M14 系列よりも操作しやすいですし、まあ、軽いし、精度も出るんですね。まあ、精度も出るって、まあ、何でもいいことないみたいな。M14 に比べてね、なんかデメリットほぼほぼないので、まあ、そりゃ、駆逐していくよねっていう、まあ、そういう感じだったんですが、やっぱり価格的にはちなみにね、まあ、M14 をいじった方が安いっていう理由があったので、M14 をいじって使ってたっていう、まあ、そんな感じなんですが、その、安いとか言ってもさ、ね、命をかけて使うものなので、やっぱりね、さすがに無理あるってことで、まあ、今では AR 系の銃はね、まあ、その、なんていうんですかね、バトルライフルというかね、マークスマンライフルみたいなのでも主流になってますという、まあそんな感じになってますね。で、まあそうやってね、軍用として見るとね、結構そのなんていうのかな、米軍とかそういうなんていうのかな、まあ、いわゆる先進国みたいな、まあそういう部分ではもう結構廃れてきてるなと思うんですが、まあ民間市場ではね、まだ今でも生きてますし、アークエンジェルストックのね、M1A とか、まあ、トロイの SASS ストックとかもね、使えば結構モダナイズできて、まあなんならね、セミオートの M1A なら日本でも所持できるので、まあ M1A もね、まあ昔ながらでは言わないですけど、まあそういう大口径ライフルの中でも有名なというかね、まあ一つ有力な選択肢になってくるっていうのが、まあ多分世界的に見ても日本的に見ても、日本で見るとね、M1A あんま入ってこないので、まあうんってなりますが、まあ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 、そういう状況あるのかなというふうに思います。まあそれだけね、いろんなカスタムパーツとか出てますしね。まあそんな感じかなっていうやつですね。で、こっからちなみにどれぐらい粘るかっていうとね、大体こういう銃って数十年粘るので、僕が多分50とかになるまでね、なんだかんだ言って粘るんじゃないかなっていうのがぶっちゃけたところです。はい、というわけでね、この銃ね、この銃じゃねえ、この動画ね、いかがだったでしょうか。この動画ね、ふーんっていうふうに思っていただけたらね、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。以上、中の人ゲーミング、中の人 A でした。